ハウズレディ。生かした機体を紹介するぜ。はい、前回のイベントと今回の MS マニアリサーチ。その報酬でもらえるオータム計画指令書の交換で、なんと銀のハンブラビがもらえます。やったね、タエちゃん。他にも良い機体があるんですが、まだ迷ってる人やハンブラビと交換した人に向けて、銀のハンブラビも使えるというところをお伝えできたらなと思います。しかし銀ハンブラビでもフルマスは必須です。機体強化してるとしてないでは雲泥の差です。基本的に最高速度、ブースト容量、ブーストチャージ。この3項目の最大強化を目指しましょう。これさえ強化していれば金図と変わりなく操作できます。次に武器についてです。調整をいろいろ試しましたが、D 出力強化型とビーム砲 F で落ち着きました。格闘は両方マックス。ビーム砲は威力とリロードと射程距離マックスですね。完全に本拠点を殴るような強化です。射程距離に関してはレダ壊し程度なので、箱拠点を殴るのみなら甘えても良いと思います。次に移動の仕方です。左が変形 N と D 角の繰り返し、右が変形移動と N 角の繰り返しです。長距離移動でもそこまでの差はなかったです。変形移動の方が瞬発力はあるので、一気に遮蔽物のところまで行きたい時はこれで、ブースト管理して非常時に備えたいなら左という感じでしょうか。個人的にはほぼ右のパターンで移動しています。では実践行ってみましょう。コモンのハンブラビ、行きまーす。じゃあ NY 行ってみましょう。初動は Z 狙いで行きますを。前までは射撃メインだったので、Y という裸ロマンあまり感じれませんでしたが、格闘修正後で威力が上がったのでもちろん狙えますね。と言いつつやっぱり Z 狙うのが安定な気がします。箱殴りの火力も上がったので X もありですね。いつもの地上コースで Z 狙い。さて行けるかな。ネズミ狙いなのにロックオンしてきた。だったらロックオンを開始しますって話。お互い得しないことするのは理解に苦しみますね。イヤーボ組で祈祷してる新機体のお二人さん。バレてないのもありますが、初動こっちが最北 X 突なので、そっちに防衛行った方がはるかに美味しいという。おかげでマップに映ってる状態でも楽々 Z に行けそう。パーティータイムだー。いつもなら射撃だけだったんですが、おらポイント美味しい。ボイチューレーダー撲滅の回。美味しすぎはロタ。いやー、初動で600ポイント超えですよ。ロマンあるでしょ。さてどんどん稼いでいくぞい。ぬわ。小物さんは俺が守る。畜生が、ああ。許せねえよな。やられたら、やり返す。倍返しは無理だからせめて等倍返しだ。ハルバ君は俺が、守る。うへへへへ。茶番してる場合じゃねえ。ネズミ行くぞ。なぜかスルーされたのでパーティータイム。あーあー、設定オバヒヤス。はい、ここまで来たら1000ポイントは超えたいですよねー。というわけで Y 狙ってみましょう。まあ無理に狙う必要もないんですが、なんとなくタイミング的にいけそうだったのでね。ちら。おっと、これはいけそうですね。初動以上のおしゃぶりいけるか。まさかのフルクロス政治解除防衛？やめてくれー。いや、外すんかい。おかげで1000ポイント超えたぜ。そのまま試合終了。
敗後5,000ほど殴って無事勝利しました。12分で試合終わったと考えると十分な戦果。格闘での拠点殴りやばいでしょ。無事大将になれました。銀でも十分ロマンあるでしょう。じゃあ後半へ。はい、後半戦は戦艦北極です。初動中央から X でも狙おうかなと思ってたんですが、敵のネズミさんと鉢合わせしてる間に、なんと南突がぶっ刺さり初動で Z がお亡くなりに。こうなるとブラギで殴りに行く拠点の選択肢がガガ。なんと開示で X にネズミ刺しましたが、その場面でのお話。これ防衛さん無視して拠点殴っていますが、強行偵察相手なら撃破するべきでした。そう今だと前以上に KD の選択肢が増えました。相変わらず打ち合いは厳しいしマントやビムコもないので、多少の AP アップでも体が弱い子というのは変わりませんが、格闘の威力が上がったので、こういう場面も生まれたりします。前は D 室回装備で D 角でも2倍ダメの上に威力も低かったですが、今は威力の上がった3倍ダメ格闘。D 角2回当てれば大体撃破できる状態です。380コスト3機ゲットだぜ。さすがに逃げるのは無理でした。今のはたまたまですが、箱の出口とか閉所通路ならワンチャンカウンターで、撃破するという選択肢も全然ありだと思いますね。赤いフリッパーだと、多分あれはフレンドだな。ちょっくら挨拶に行きましょう。もうこの戦場おせおせなのでね。ちょっとぐらい遊んでもいいよね。直してくれた砲台を壊すという作業。これがお互いウィンウィンの恋中ですよ。あれでどこ行ったかな。はい、また直してくれましたね。というか瀕死じゃないですか、大丈夫か。犯人はケカジ、犯人はケカジ。というわけでハンブラギ乗ってみました。というかいつも乗ってますがね。せっかく銀図が無料で手に入るチャンスなので、迷ってる人はぜひゲットしてみてください。現環境でもまた最強クラスのネズミ機体になり、格闘の威力アップで格闘 KD も楽しくなりました。昔のフレキクのように操作には練習がいると思いますが、やりがいを感じることができる良い機体だと思います。突が刺さるかは自分の動き次第ということで、達成感もあります。ガンマチさんがいてどうしようもない時もありますが、自分の腕次第で言い訳できない機体でもあります。特に変形格闘当てるのはかなり快感です。特に防衛さん吹っ飛ばして拠点殴る時はイエーイって感じ。最高に入ってやつだー。もちろん補給おしゃぶりもできますよっと。オータム計画指令書の交換にはブラビギンをおすすめしときます。まあ次の調整でまたどうなるかですが。話変わって今度ガンオンのオフイベがありますね。応募して無事当選しました、やったねタエちゃん。当日はイビルンと外札さんと3人で突する予定。もちろん思い出動画にすると思うのでお楽しみに。オフイベに来る有名プレイヤーのサインもらったり、うちうちで二次会も企画してるので、非常に楽しみです。リアル TKD 君の俺ならこうするを聞いてきます。参加する人は一緒に楽しみましょう。気軽に声かけてくれると喜びます。こいつやべえやつだと思っても内心に留めてね。14チャイだからね、設定守ってよね。あと何人かから新機体動画待ってますと声いただいたんですが、今回の GF のコンセプトが自分と全然合わないっぽいので、今回は華麗にスルーしたいと思います。次回の調整と新機体に期待したいところ。ではまた次の動画で。まったねー。